日本埼玉県埼玉市緑区、蓮見神殿。蓮見神殿は、埼玉県埼玉市緑区の大技。郵便番号は336-0924。現在区域に、人家はなく、芝川第一調節地の建設が進んでいる。見沼大洋水西園埼玉市緑区東部の中赤平野に位置する。地区の東側で、大技大巻の飛び地。 南側で、大和大巻の飛び地、西側で、東浦は、北側で、大和大巻の飛び地と隣接する。全域が市街化調整区域である。地区の西端を流れる見沼大洋水生園と、東端を流れる芝川に囲まれており、将来的には、芝川第一調節地の西側の池となる。1730年に大巻村の蓮見万之助が、開墾し、 1788年にその子である、は見みて二郎が開拓した新太であることから、このように呼ばれる。埼玉市浦和倉市の博物館民家園には、市内最古の民家である旧は見邸が、一区復元されている。隣接町長の東、浦和や、最寄り駅の東浦和駅とは、無関係である。元は、江戸期より存在した武蔵区に足立郡木崎寮に、 属する大牧村で1805年より中尾村に属したが、文政年間以降に分尊して、はすみ神殿で独立していた。村高は、天保号町では66国余りであった。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。